ミッドシップマン、母アキタニア、母馬関東、和田正一郎厩舎入厩予定。本邦に輸入後、和田牧場で過ごしていますが、一足早く順地をクリアし、順調に調教をスタートさせています。外国産馬らしく馬格に恵まれ、体力も十分備えているため、今後もスムーズに仕上がりそうな雰囲気です。性格も非常に素直でどっしりしている点は好印象です。また2頭輸入されているミッドシップマン3区が2頭とも勝ち上がっているのも、本馬への追い風となるでしょう。